小6男児、同級生に93万円渡す、純金製のコインと言われるが、実は水族館のメダルだった、警察が捜査開始、うまい話に乗った結果、という記事に対するネットの反応、男子児童が同級生から約93万円を支払ったトラブルが発生、男子児童はお年玉で貯めたお金を持っていたことが原因とされる、父親はお金の教育を怠ったことを反省し、男子児童も腹が立つ、信じていたのに。 うまい話があると思ってしまった、と話している。100万貯めてることがまずすごい。30代の私よりお金ある。私30歳でも貯金ゼロなのに本当すごい笑い。貯金額負けました。元彼に貯金が200万あるって通帳を見せられたよ。当時27歳。めっちゃどやってた。それよりも加害者がやばすぎる、ろくな大人にならない、強制施設に入れた方がいい。NISA でも教えておけばよかったのに。 出産祝いとか誕生日のお祝いとか全部合わせたら100万以上子供の口座にあるけど、だからといって子供が自由に使えるようにはしないよね。タンス預金でそのまま管理子供に任せておくのは危険すぎない。騙した子供が悪いけど、お金の自慢なんてしちゃダメ。中二の時同級生が貯金300万あるって言ってたな。全部お年玉らしいけどどんだけ親戚いるのって思った。金持ってることを決して自慢しないこと、これに尽きる。 うロ覚えだけど映画ダンサーインザダークで主役が頑張ってお金貯めてる的なことを友人に話してなかったかな絶対取られると思ったらやっぱり揉めるシーンがあった。お金があるなんて言ったらダメだね。だって YouTube で HIKAKIN とかが見せつけてるんだもん。無理だよ。子供のこういう事件が増えると要因を作った超本人として HIKAKIN 謝罪とかに発展するんかなこれニュースで見て驚いた。 なんでそんな大金小学生が持ってるのか。加害者の子はろくな大人にならない。特殊詐欺グループからスカウトされて大金稼ぐんじゃないかな。そしてろくでもない大人から搾取される人生。お金持ちアピールなんかしちゃダメだって隠さないと。訴えても返してくれないのかな。訴えなくても常識のある親なら返却すると思うけど、悪いことをするような子供の親だから常識がなさそうな気がするけどどうだろう。普通は相手の親が弁済するのでは。 これお金返ってくるのかな加害者親が弁済するのかこんなこと覚えたら良くないことだね。しっかり指導しろ。悪知恵が働くんだね。子供だけでこんなことできるのか。恐ろしいが来たち、少年法を撤廃してほしい。この称号でたかった子供たちは火災域、歩道のの知恵へ再加事象だって。少年院にぶち込まれればいいのにね。 謝って終わりとかぬるすぎてろくな大人にならないだろうし。やることやったのなら年齢関係ないって思うけどね。加害者恐ろしいよ。5年生の子供だけでそんな儲け話本当に思いつくの恐ろしい。加害者の兄弟とかが関与しているかもね。前にも中学生だかが同級生にいじめられてお金を100万近く盗められていたよね。ヤクザの入院患者が気づいてくれたんだっけ名古屋中学生5000万円恐喝事件とは別の事件。 加害者の方も被害者の方も将来が不安になる事件だな。騙し取った奴ら逮捕しろよ。小学生で詐欺か、すごいな。関東での詐欺事件率がやばすぎる。騙した方の親も気がつかないものかね。急に子供がハブり良くなったとか。名古屋って貧富の差激しいの ?B とか結構いるよ。清須と勝ち返し。うまい話があると思ってしまった。小六男児の言葉とは思えなくてなんか笑った。騙した小学生は注意だけで罰せられないの。 1歳児から子どもの通帳を作ってちまちま貯金してるけど20歳になって渡す予定だからそれまでは通帳の存在も教えないわ周りの大人がなんちゃらコインの話ばっかりしているんじゃないのテレビが投資を煽っているからねでも投資って未成年はできないし未成年を促しているわけじゃないよねジュニア兄さんなんてものもあるからね大抵親指導だろうけどまあ子どもだけの意思ではできないよね親の承諾があればできるよ 子供は大人の言うことや行動を見ていて真似するよ。いいか悪いかなんて分かってないんだから。小学生ってひろゆき大好きだから少なからず影響ありそう。小学生の頃なんて1万円でも大金で10万なんてもっと大金で、そんなの手にしたら発狂してたかもしれない。小6までに100万ってたまるの。どれだけお小遣いやお年玉もらってたの。そんなに持ってるなら親が言わないとね。子供のお金の管理は親がしないと。 うちの子も大変なことしでかしたことあるから厳しく言わないといけないと学んだ。子供は欲が抑えられないということだな。勉強になったよ。100万円自由に使える環境なのに人に自慢したり親の教育が悪いと思う。人生良い方向に行けばいいけど。小学生に自由になる100万を自己管理させるなんて親が悪いでしょう。通帳なりづくり親と共有して管理するべき。末恐ろしい子だ。 警察に相談して実績と捜査してもらったから、この父親なら息子騙した犯人に民事でがっつりやりそう、インタビューも答えてるし、加害者は本物だと思ったと言い切るしかないけど、多分負けて示談だろうね。この騙したこの未来がマジで心配、成功体験で詐欺師になるでしょう。ネット環境はなかったってことだよね、水族館のメダルとか調べたらすぐわかりそうだもん。 使える金額と世間知らずなのがアンバランスというか、こんな大金持ってきて親も気づかないものを。加害者の一人は東海中学受かったって本当をもちろん入学自体だよね。東大前で事件を起こした子も東海生だったし、これ以上東海中学のイメージされないでほしい。外科とか知ってる当たり私立の子かな。公立にはここまで頭の良い子はいないだろう。加害生徒側の話が全く出てきてない。タイトルで情報量をすぎた。 当時30円だったびっくり満足を買うか買わないかで悩んでた私には別世界の出来事だわ。その騙した生徒は当然故障を送りになってるよね。故障から少年院に送られますよね。14歳以下だから難しいかな。小6で投資投機意識があるなんて、投資しようとしたってことでしょう。すごいね。宮部美幸の模倣犯でも少年が父親が多額の遺産を相続したって下線で話したことが事件につながっていた。この子より貯金ないガルミン王う。 これ返金されたのかなこの子もこの子でしょう。大金友達に渡す話を親に相談しないなんて。賢い子って悪事へ働くよ。小学生の時、男子の賢い子が宿題やってあげていくらかお金請求してて、担任にバレて見つかってめちゃくちゃ怒られ、ぶん殴られてた。末恐ろしいな。騙す方も、騙される方も。刑務所に入らないとダメとか言えばはやらない。 詐欺師の才能があるじゃんこれからが恐ろしい。加害者は将来インテリアクザになれるね。子供の頃の悪い成功体験は山学習して引きずるよ。大人になってからも同じことやってる人いる。儲かる投資話なんてない。儲かるんだったら人には教えない。加害者たちは簡単に騙せたことを覚えてしまったね。大人になってもやりそう。名古屋って今の時代も親も派手にお金を使うのかな。お金お金って感じなのかな。 金のシャチホコと交換するくらいの潔さはなかったのか18歳で成人になっちゃうし早めに預金通帳は作らないと100万長者という懐かしい言葉を思い出した犯罪の解説をする動画にハマって思いついた可能性もあるだろうな元半グレが過去の自慢をしてる動画みたいなのもあるだろうしこれでこりてもう二度とやらないこと味をしめて人生狂う子に分かれると思うそもそもそんな価値が上がるものを同級生が持ってると本気で思うの 楽してて手に入れれたお金は離れていくね騙した側の小学生から話を聞いたらいい金額からしておかしい騙した方の生徒は罪悪感はなかったの恐ろしい学校100万持ってるのは異常だよお金持ってるね何でもテ年齢貸してるな子どものくせにこんな詐欺師親の顔晒してほしい裁判してもちろん返してもらえるんだよね高校生の息子の同級生が仮想通貨で儲けてるみたいでみんなにジュースをごってるらしい。 未成年には仮想通貨も株もやらせないでほしいわ20年以上全名古屋の中学で同級生による5000万強括事件を思い出した被害者も加害者たちは大学や就職出た県に出ないでほしいこういう危険因子は外へ出ない方が世のためこの93万ってどこに流れたのかなもしかしてカルト宗教への献金とかお年玉どう使おうが子供の勝手騙されたのもその子の責任 勉強代だと思って諦めた方がいい。孫への相続じゃないの。毎年いくらか渡すってやつよ。これに騙されたのか。立派な詐欺事件ですね。これ犯罪者の子たちはそのおこんしたんだろう。この加害児童と同じ学校になる子たちかわいそうだな。多分すごい勢いで噂流れるだろうし、受験先合否は出てるんだろうけど被害届け後場合によっては取り消しとかあるんだろうか。加害児童の親も終わってんな。 お金の教育じゃないでしょう。旅行は無駄ない経験と思い出がある。これも経験と思い出を買ったのよ